アンドリュー・メロン、アンドリュー・ウィリアム・メロン、アンドリュー・ウィリアム・メロン、1855年3月24日から1937年8月27日は、アメリカ合衆国の銀行家、実業家、事前家、美術品収集家。1921年3月4日から1932年2月12日まで、アメリカ合衆国財務長官を務め、世界教皇にあって、 所得税減税や公共支出削減などの経済政策を実施した。民主党下院議員ライト、パットマン、から財務省根拠法違反、並びに脱税を理由に追求され辞職したが、パットマンは以来生涯をかけて、メロン財閥を含む投資信託を批判した。1855年3月24日、ペンシルベニア州ピッツバーグにおいて、銀行家、トマスメロン、 の息子として誕生した。1872年に材木事業を始め、若くして財を築き上げた。翌1873年に西ペンシルベニア大学を卒業すると、父親が経営する銀行に参加し、1882年には所有権を譲り受けた。1889年、ユニオン信託を設立し、さらに銀行経営から石油、鉄鋼、 造船、建設などの事業を展開した。そして1890年代末には、ジョン・ロック・フェーラー、ヘンリー・フォードと並ぶ、アメリカ合衆国で、最も財のある三人の富豪のうちの一人に、成長した。1900年、イギリスのハート・フォードにおいて、ノラ・マクマレンと結婚した。1901年には、娘のエールサが、1907年には、息子のポールが誕生した。 1913年、1908年に死去した父親トマス・メロンを追悼するため、弟のリチャード・メロンと共に、メロン工業研究所現在のカーネギー・メロン大学を設立した。第一次世界大戦中、アメリカ赤十字などの募金活動や、キリスト教青年会、ワシントン学術研究会議に積極的に参加した。1921年、メロンは、 ボレン・ハーディング大統領によって組閣された内閣の一員として財務長官に任命された。組閣直後から、ハーディング大統領はメロンに対して、関税や戦争税などの政改革と連邦予算の作成をやつぎばやに指示したが、メロンは銀行家としての長い経験を生かし、それらの要求に対して迅速に応えた。物価抑制及び、 トリクルダウン理論を根拠に減税を推進する一方、公共事業に投資を利用することで政府の固定費用を削減するよう連邦議会に繰り返し働きかけ、その剰余金を国庫借入金の返済に充当した。メロンが財務長官に就任した当時、政府の歳出は65億ドルであった。1920年度予算。 さらにその後2年半の固定費用として75億ドルが計上されていた。メロンは就任からわずか3年で固定費用を35億ドルにまで減少させ、国庫借入金を28億ドル削減した。短期固定費用は完全に生産され、政府の財政は黒字に転換した。百二十三年八月、ハーディングの死去により、副大統領のカルバンクーリッチが、 大統領に承認した。ハーディング内閣の閣僚はそのままクーリッジ政権に提唱され、メロンもまた留任した。同年11月、メロンはメロン計画と呼ばれる文書を下院採入委員会に提出した。この文書は、常用収益を基盤に減税を行うことを主張したものであり、翌1924年にはこの提言の大部分が採入法として成立した。 1921年の税率はそのまま維持されたが、結果として、毎年の税負担が4億ドル軽減された。この改革により1921年には260億ドルあった国庫借入金が、1930年には160億ドルにまで減少した。1929年3月、政権がハーバート・フーバー大統領に交代したが、 メロン計画の成功を買われたメロンは引き続き財務長官を務めることになった。しかしながら同年11月世界恐慌が発生するとメロンは世論の猛烈な批判を浴びることになった。この時期メロンは労働者、株式、農民、不動産などを生産すべきである。古い体制から腐敗を一掃すれば価格は適正になり新しい企業家たちが再建に乗り出すだろうと。 発言したが、これは、フーバー政権の無策の象徴として、今日を買った、日本の経済学者、竹森俊平は、浜口内閣や小泉内閣にも通じる、不況を通じて、腐敗を生産してこそ公共につながるという思想として、生産主義と命名した。フーバー政権は、スムートホーリー法などの税制政策により、国内経済の安定を図ったが高い。 関税率により輸出は停滞した。1932年1月6日、テキサス州選出の民主党ライトパットマンが会員議長にメロンを断劾したいと申し出た。彼の主張は財務省の設立根拠法1789年に基づいていた。同法は任期にある財務大臣が小取引に関わることを禁じていた。 メロンは300社の議決権付き株式を保有しており、総資産は30億ドルに上ると、パットマンは指摘、財務省根拠法に反していると訴えた。メロンは就任後、他の船舶と商業活動で競合する多くの船舶を単独、もしくは共同で所有し続けており、したがって財は商品の大量輸入に個人的に利害関係が存在したと、パットマンは申し立てた。 船舶は財務省根拠法の文言で直接的に禁じられているということだった。パッドマンの指摘は終わらなかった。メロンは財閥傘下の銀行と信託会社の株式保有から税金還付を受けていると指摘した。メロンは現アルコアのアルミニウムカンパニーを呼ぶアメリカの主要株主としてアルミを需要する数百万ドルの公共事業に予算を割くなど 違法寸前の利益相反にも手を染めていた。パットマンは脱税も追求した。メロンが1930年にサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館からおよそ700万ドルで絵画を購入した証拠をパットマンは提出した。しかしメロンは事実を否定し、翌1931年の税務申告で購入価格を事前活動への寄付として所得から控除した。 これら小取引及び脱税を告発した書類が上院省委員会へ提出された。1932年2月12日、メロンは財務長官を辞任した。ハーバート・フーバーは中イギリス大使を任じ、メロンの政治生命を繋いだ。同年末にアイルランド総督が廃止された。翌1933年3月にメロンは下野した。 1934年3月19日、司法長官ホーマーカミングズが、メロンとラモント、トーマス・スティルウェル・ラモント、父は、JP モルガンのを、連邦所得税の脱税で告訴した。しかし、大陪審が訴追を求める政府の要求に応じなかった。1935年初頭、メロンの勝手な税務申告処理は、合衆国連邦税不服審判所で争われ、メロンは、 未納分80万ドルを納付するよう命令れた。1937年、メロンは自己の所有する美術品と現金1000万ドルを寄贈し、ワシントン DC にナショナルギャラリーを建設した。1937年8月27日、メロンはニューヨーク州ロングアイランドのサウサンプトンで死去した。その後メロンの子供たちの手により、 メロンの功績を称えてアンドリューメロン財団が設立された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。